お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、お世話になっている森平さんに来て初めてですかね、モーリスアコそうギをですね。ちょっとやってなかったですもんね。はい。ちょっと今日はね、入門者向けなんですかこれって。そうです。はい。いわゆるパフォーマーズエディションっていう名前をつけてます。このそうシなんでリーズ。すか。はい。私の、ユーザーの人ってエレキ多いんで、アコギ、まあ持ってるんかもしれないですけど、やってない人がもしいたら、このカタログにこの載ってますから。海外で作ってるんですけど、インドネシアと中国で、作っておりまして、そうなんですか。でも、モーリスの工場っていうのが長野県に、あるんですが、一応そのインドネシア、中国かかわらず、日本に入ってた時に全品、検品モーリしてスるっそうていう検こと品してまして、で必要があれば、調整して、お店さん、そしてお客さんの方に元に届けられることなので、海外生産ではあるんですけど、限りなく日本製に近いようなクオリティコントロールっていうのをやっております。そうですね。チェックした方がいいですよはい。ね。どんな、なんか、運んでくるときにちょっとね、なんか変わってるかもしれないそうし。これがミニで、これ普通の、これでもちょっと若干サイズ感が、ですね。そうですね。いわゆる普通のギター、アコースティックギターとミニギターの間ぐらいの、サイズ感なんですね。こいつがでも一番安いんですよね。そうです。そちらが、定価でいわゆる2万5千円なんですけど。全然いきますよ、これ。ちょっとあれじゃないですか、チューニングの問題で。これ全然本当ですか。いい感じですわ。これから始める人はいいかもしれないですよね。そこまでスケール短くなく感じる俺。そうですか。これがもう2、3万で買えると。そうですね。スケールミニギターが580ミリ。でもそこまでだよ。いや、もちろんそれも持ってミニって分かりますけど、はい、そんなに分かんないみたいな。これいいっすね。なんかこれ子供とかに語ったらええんちゃうのかな。 一応そのナチュラルカラーのやつ2つがトップが一応単板になってますんで、小型で、値段もそんなに高くないんですけど、音色良くするため、音を良くするために単板を使用。で、こっちはフレームマホガニーっていうちょっと木目の綺麗なサイドバッグ使ってまして、ほんまや。はい、割と見た目にも楽しい。なんか持ち心地はね、こいつ持った後これ持ったら、やっぱちょっと上がってるかなっていう感じしますね。で、いや、そのお世辞抜きに、4万円ぐらいの感じには全然思わなかったですね。本当ですか。マジで、クオリティ高いんで、楽器店さんとかなんかで聞いてみりゃ、なんか俺が嘘ついてなかったっていうのが分かるんじゃない。本当、今月から、3月から、2020年3月から発売開始してますので、そうなんですか。新製品ですね。これでも全然いけんな。持ち運びいいから、確かになんか旅行先とかでもね。そうですね。これでも、いや、マジでコスパいいっすわ。で、こいつがもう普通のギターって感じしますよね。そうですね。スケールがちょっと短いのかもしれないですけど、少しだけ短い、そちらスケール620ミリありますんで、割ともうフルサイズにも近い。スケールが少し短かったりすると、テンションが少し緩くなるんで、抑えやすい。アコギ結構、はい、ねエレキよりもやっぱ弦太かったりしますんで、そう割とこう手が初めて弾いたりするとすぐ痛くなっちゃうんですけど、弾きやすいからね、これからっていう人にはいいかもしれない。入門機としては悪くないかな。
り聞き心地めちゃくちゃいいんで、初心者の方とか、まあトラベルギターを探しの方はモーリスのね、モーリスはアコギめちゃくちゃ信頼ありますから、買って損はないと思いますんで、これねガンガン楽しいギター人生、ギターライフをね送っていただければいいんじゃないでしょうか。的な感じです。ありがとうございました。